ちは。ありがとうございます、まあ、私たちの漫才はですね、まあ、主に恋愛がテーマにしたネタが多いのでですね、女性の方は共感できる、そして男性の方はあ、聖子みたいな彼女がいてくれたらいいなみたいな、そういった部分でもすごいいい女を演じてますんで、男女ともに楽しんでいただけるネタをちょっと用意してやっていきたいと思います。ほんまにそう思えるか確認しに来てください、はい、皆さんぜひぜひ東京グランド花月にいらっしゃいませいこー。5月2日、3日にありますよ、絶対来いよ。